レッドソックス地元メディア、DH 戦の大谷より山本由伸を獲得すべき。レッドソックスの補強について、一流の FA 選手を追い求め、再び大金を費やすチームになるべきだが、優勝を狙えるようになりたいなら、そのお金は、翔へ、大谷に費やすべきではないときっぱり。来季のローテーションについて、ブライアン・ベロ以外に確実な選手はいないとして、もし FA にお金を使うなら、先発投手2人に費やすべきだ、世界にアピールできる選手を加えることを考えているのなら、オリックスで吉田のチームメイトだったよ、忍山本が今年、ポスティングされる見込みだ。彼はメッツで活躍している、高大千賀よりもいい、有望株とみなされていると、山本由伸の名前を出した。最悪のタイミングで滑って、めっちゃ市場価値暴落したな。吉田と山本がまた同じチームになるなんて、オリックスファンが絶頂で、言っちゃいそうやん。てかダルビッシュより投手王低いし、そんなに投手大谷に魅力あるんか、投手王にくらいやで。唯一のアイデンティティ失っちゃったね。また、山本由伸で儲かるんか、オリックス。由伸への注目さらに高めてるのは、センターのおかげもかなりあるな。いや、元はといえばダルだろ。由伸にいきなり、そんな活躍求めるのは酷やろ。山本由伸が、吉田正尚の年俸が、最低ラインスタートとか面白い。メキシコ戦見たら、山本活躍するか微妙じゃね。打たれたん8回だけでそれまで、ほぼ完璧に抑えてたやろ。皆さんは、この記事についてどう思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。